盲目になって。イケメンなら何でも許せるからさ。
復縁ね。でもよく復縁するカップルいない？いる。結構周りに多い。何回も復縁する人いない？同じ人と。分かりました。2ヶ月後付き合いました。意外と結婚行くタイプだよ。そうだよね。今復縁は復縁でありだとは思うんですけど、じゃあ今彼氏欲しいですか？どうなんですかね。いいんですか？え、でも欲しいは欲しいですよ。欲しいは欲しい。じゃあ最終回はちょっと楽しみにしてますね。もうちょっとお仕事頑張って一丁前になったら欲しい。うん、ちょっともうちょっと心の余裕ができて、いつでもおいでできるようなちょっと大人の女になりたいんですよ。行くわ。そっか、分かる、うんうん、なんか大人の女になって余裕が出た時に付き合いたいな。じゃあココリちゃんは今彼氏はいるんでしたっけ？彼氏はいないです。いない。最初はいない。いない。付き合いでもいない。でも彼氏は欲しい。欲しい。え、どうの人がいい？え、どう最近本当によく喋るとお互い恋してなさすぎてどんな恋したいって思わすんですけど、一緒に頑張れる人が欲しいの。うんうんうん、うん、だから今こういうお仕事をしていただいてるけど、彼氏ができてなんか大変だよねとか、分かるよ分かるよって言ってくれる人が欲しいから、今すぐ彼氏欲しいんでお願いしますみたいな。支えてほしいとか。そう、うんうんうん。はい、ということで今日もこの動画をご覧いただきありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。通知をオンにして最新の動画をチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。遠距離だからこその楽しみみたいなのあります？帰っていいですかね？ちょっと帰っていいですかね？で、お金、ごめん、生々しい話なんですけど、お金とかって